はい、こんにちは。レトルトと申します。絶対絶望少女実況プレイ、始めていきたいと思います。今回からこの地下鉄で脱出するってところからですね。相も変わらずこの二人やっていきたいと思います。よろしくお願いします。地下鉄今閉まってなかった、シャッター。シャッターが閉まってる。あら、また電力的なやつかな。開けてー。地下鉄ってこうやってシャッター閉まんだね。現実もそうなのかな。これじゃ入れないよ。絶望。不在はね、シャッターが閉まってるってことは誰かが閉めたってことでしょ。うん。だったらこの辺りを調べてみるわよ。何か手がかりがあるかもしれないし。なんか近くにボタンとかありそうよね、実際。あ、わかりやすいね。一生は本当にわかりやすい。この人が駅員みたいな。駅員さんみたいだけど、やっぱりこの人もモノクマにやられちゃったのかな。鍵ください。やらせてるのはガキどもだけどね。ほんとフィクションにしたって悪趣味すぎよね。あれ、手に何か持ってるみたいだけど鍵かな。おー、よう触れんな。やっぱ肝はやっぱ座ってんね。この鍵って、自転車の鍵とかだったらどうしよう。来た。うわ、パクられたのかな。使っておいて謝罪もなしなんて、どんな教育されて。あ、あれはパクられてんな。大変だよ、深川さん。何よ。鍵盗まれちゃった。取られないだろ今ので。何やってんのよーって。どうすんだこれ。どこ行ったんだこれ。どこ行ったの。セーブ地点あそこでしょ。あれ、あいつか。おい、返せ。モノクマ出てきそうだな。鍵返してよ。むっちゃおうぜ。こんなクソガキ。でも人間には影響ないんだっけ。なんかあの頭のやつ絶対機械制御されてそうなのにね。うわ、いる。あのガキどこに逃げたのよ。これは撃っとくしかないな。うわ、お、あれも遠いね。ほら、よし、いいとこ当たったみたい。やられた。ガキどこ行った。こっちなのか。光ってるってことは、でもあそこの工事現場が怪しい。いやいや、ちょ離れる離れよ。ちょっと待て、視点変更。離れてよーし。オッケー。怖いよね、この迫られた時にこうなんか視点をうまく切り替えるのが難しいっすな。工事現場行った。うわ、落書きだらけだ。めっちゃ朝比奈さんっぽくて超嫌なんだけど。これはスキルかな。私、靴下、ソックスちゃん。あのね、絶対領域もいいけど、もうちょっと私も見てほしいな。これはいらないな。今こんな話してる場合ちゃうやろ。絵本だよね。おそらくガキが落としていったものでしょうね。モノクマ操って大人を殺し回ってるだけと思ったら、こういう子供っぽいところもあるので。いやもうそんなことしてる場合じゃないでしょ。地下鉄の鍵よ、地下鉄の。なんか私たちにはわからないセンスだったね。これが流行ってるのかな。いやでもお尻かじり虫とかさ、意味のわからんのが流行ったりしてるからね。もうこの世の中何が流行ってもおかしくないっすよ本当に。うん、踊るか。踊るはちょっと足りてなかったからもう一緒しましょう。ダメ絶対。ここか。モノクマだらけなのかな。なんかこの工事現場に隠れてるんじゃないの。ボスか。ねえ出てきてよ。いるのは分かってんだからね。ボスか。
ぶん殴ろ。あのガキ、こっちが手を出さないからって完全に突き上がってるわね。この建物の入り口に回り込もう。そうすれば袋の中のネズミだよ。来た。そうね。あ、違うのか。なんか上になんかさ、そろそろ超小学生級の誰かが出てきそうなもんだなと思ったけど、ここ？わあ、またなんかこういう感じだ。またあのゲーム機よ。モノックマンさんですね。はい。モノックマン、爆発でまとめて撃破せよ。ああ。爆発で撃破するってことは、あいつを利用するってことだよね。あいつ一番奥のやつが動かないから、一番奥のやつが爆発させて、それが真ん中に行った時にドカーンみたいな。あれも、あ、そっか、まずこいつを踊らせて全員近づけさせて、あの爆発のやつでやるみたいなことかな。これはいいかな。やっぱ十字キーでこれ壊せるとか変えられるんだったな。まず踊るだよね。ほい、ゆっくりね、ゆっくり。まずは踊るに当てる。で、ちょっと待って、ここは普通に切り替えさせて、壊すで、来た。よーし、いいんじゃないですか。コングラチュレーション。どんどん難しくなるんだろうね。いい、お金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 、オッケー。お、こっち、まだ出なくてもいいのかな。どこ行くのよ、あのガキは。あっちに隠れてるはずよ。めっちゃ怒られた。そうだね、まずは鍵を取り返さないと。興味本位で出ようとしただけなのにね。待って、絶対モノクマ隠れてんじゃないの。おお、使わなくていいんだった。これで、はい、ハートは減っていません。ありがとうございます。光ってる。スキルか、影か。スキル、挑戦状、病院にて待つ。腹立つ。病院って、私たちが最初にいたところだよね。そこまで戻らなくちゃいけないの。やだんだけど。 あいつ、私たちを遊び相手か何かだと勘違いしてんじゃないの。なんかうまいことスキップして。イライラ、どこでもドア。イライラしすぎて視力が回復しそうよ。じゃあモノクマ、どこでもドア出してくれ。え、うっぷっぷっぷ、どこでもドア。いいわけないじゃないの。いちいち真に受けてないで行くわよ。行かざるを得ないのか。これ外で出んのかな。ハートもながら残った状態なんだな。よし、出ましょう。反対側に出ないかな、奇跡的に。病院のさ、これで病院で誰かと対決だと思うんだよな。レトルトの予想は合っているのでしょう。おー、いる。ダーン。おー、なるほど、ありがてえな。え、チュートリアルのお時間です。 UFO、 さも当然のごとく浮かんでいるあの物体 X は導き UFO と呼ばれるものです。あちらの UFO は動きを当てることであなた様の進むべき道に導いてくれる UFO なのです。 UFO。 聞くは一瞬の恥、聞かぬは一生の恥。道に迷った際はぜひともお役に立ててください。うわ、方向音痴のレトルトさんのための UFO ですね。じゃあ当てさせてもらおう。あれってガキのラジコン、どういう仕組みになって。いや、もしかして、ああいう感じなんだ。本物の UFO って可能性もねえよ。ない。ない。いる。後ろか。いざとなったらね、深尾さんもありだからね。そこちょっともったいぶらず使っていく方がいい。 UFO もう終わり。ここ一本道だからな。
かわさーん。しゃあ、しゃあしゃあしゃあ、かわさんはヒットポイント大丈夫だから。よし、これ戻ろう。はい、いや、これいざと時にね使えるのはでかいな。で、あそこが病院かな。おお、セーブ地点がある。ちょっとこれは一回セーブさせてもらって、まだ続けましょう。さて、病院行こう。ここはもうラストでしょう、決戦でしょう。わざわざ初めの舞台まで戻らさせられたわけだから。あっ、すっげえ人死んでる。また導いてもらおうか。こっち？あれが罠の可能性もあんじゃねえかって思っちゃうけどね。あ、光ってる。そっか、こういうのは取っていかないとな。あ？よしよし、当たった。本か。ふん。私、靴下、ソックスちゃん。雨の日は憂鬱だな。なんだか匂っちゃうんだもん。シリーズがあったのか。え、なに、ここのソックスちゃんの、ソックスちゃん、なんで黙ってんだ俺。ソックスちゃんの、このシリーズもいっぱいあるんすかね。これはコンプリートしたい、ちょっと欲があるけど。またモノックマン？モノックマンはやらなくていいのか、終わったから。こっちで合ってる。よし。いた！いた。もう逃がさないよ。それにしてもさ、こいついっぱいいるからさ、誰が誰やら分かんなくない？同じやついっぱいいたじゃん。深川さん、あっちに逃げたよ。いや、あっち逃げたけどさ、モノクマ出てきそうじゃありませんか？ここ？ここで合ってる？あ、おー、ガチャガチャか。そんなガチャガチャ今引かなくてもいいような気がするんだよな。あ、あった。いい。ソックスちゃん、違う。子供の楽園、鉄の掟、一億箇条。一億箇条の中の一つ。一つ。よく寝て、よく食べて、よく遊べし。一つ。飲酒喫煙など、魔物に、え？同型を抱いてるような行いの一切を禁ず。一つ。魔物との思い出の品。またはそれと勘ぐられても、のきない、え？ほどない物品の所持を禁ずであってのか、なんて書いてあるんだ。以上の心を破った者は、コーヒーでのうがい、連続20時間の懲罰を課す。これさ、めっちゃ漢字あるからさ、これは子供が書いてないっしょ。ね、俺も読めないほどの漢字のオンパレードだったからね。これ誰が書いたんだろうね。やっぱ大人的なさ、人物の、そういうなんか、なんて言うんだろう、黒幕がいてもおかしくないなと思いますね。逃げても無駄よ、観念しなさい。いるのか、モノクマ。うわうわ、すげえな。ここ、ここじゃない。こっちか。開ける？めっちゃなんか手形とかいっぱい。あ、来た、ムービーだ。うわ、これはあいつじゃない？部屋だね。なんか出てきそうな彫刻。出るって何がよ、不吉なことを言わない。あんたのせいよ、あんたが余計なこと言うから。鍵が閉まってるよ。さっきのガキの仕業で、ね、グロ怖ぁ。ちょっと待って、なんなのよこの気候種モノクマは。本当だよ。またね。あー、やべやべ、ちょっと待って待って待って。踊る？踊れる？あ、かわいい。かわいくない。じゃ、この間に、ほらー、うおー、やべやべ、つかないと。きたー、高手すぎでしょ。どう、これで死な。おー、
なんだ、なんかよくわからんけど、うまくいったね。あ、鍵が開いたみたいだよ。回復して。あのガキを追うわよ。一生もののトラウマを植え付けてやる。今の一生もののトラウマレベルの怖さだったよね。ジャンクモノクマみたいな。気持ち悪かった。夢に出てきそうだよ。ほんとね。あ、フィーバーもったいない。待って。回復してんだけど。鍵は開いたんだよな。これさ、さっきの部屋にさ、あ、いた、あそこだよ。回復してえな、これ。さっきの部屋に戻りたい。ここだから、こっち？結構戻らされんな。じゃ、行っちまうか。いやでも死んだやり直しか。いやもうここは勇気の女子トイレ。シェー、待ってやがれ。は、来るか。2階上がった。あの子2階に行ったよ。でもなんかさ、分かってるわよ。彫刻刀とかノコギリとかいっぱいいたからさ、図工の時間出てくんじゃないの。超小学生級の図工の時間ちゃんが。お、勝手に行っちゃった。おお、完全に誘導されてるよね。どこまで逃げる気よ。よだれよだれ。お、いいねいいね。おお、回復パーソンあるか。ちょっと待って、ここ怖いんだよな。しない。回復出てきますように。あー、バッテリーか。あ、バッテリーじゃない、弾か。弾じゃねえんだよな。来た。下がりながら撃つ。ありがとう。ふぅ。来た。あー、ちょっと待って待って待って。戻って。意外に動き早くね。当たれ。よーし。コインじゃないんすよ。あ、あそこにいる。その前にこれ拾う拾う。よし。モノクマに足を潰された。もう一歩も歩ける気がしない。いや、気じゃない。本当に歩けない。モノクマに足をやられちまった。それなのにまだモノクマはその辺をうようよしてやがる。俺は死ぬんだろう。あのロボットに殺されるんだろう。いや、やめよう。そんなことを考えてもしょうがない。何か前向きなことを考えよう。もしも生きて帰れたら、家族と一緒どこか水辺に行きたい。キラキラ眩しい水面と、真っ白い娘の肌を嫁と一緒に見守るんだ。水辺で転んだ娘が泣きながら俺のところに寄ってきて、しょうがないなぁなんて言って、ワンピースから水を絞ってやる。お前、意外に余裕あるな。ダメだ。数分後には死んでいるだろうって時に、未来のことなんか考えるべきじゃない。死にたくなるのに、死ぬしかないのが、死にたくないのに、死ぬしかないのが一番きつい。えらい悲しい文章を残してるな。こっちだけど、ちょっとここ入ってみるか。やっぱこういうなんかチップスというかメモとかいっぱい集めるの大事だからね。いそうじゃないこれ。あ、よかった。ひー、回復。あー。弾じゃねえんだよ、欲しいの。あった。目覚めた女子力、スタディブック。このモノクマどもはどっから湧いてくるのよ。ちょっと出ちゃいましょ。よしよし、無理に倒しても仕方ないから。ちょっと、あ、やばい、間違えた。さあ、間違えんだよな。ちょっと目覚めた女子力のスキル見てみようか。体力回復効果プラス1。結構いいな。電力アップよりも目覚めた女子力の良さそう。で、オートロックがね、なんか、ちょっと、そこまで良くない気がしたんで、ちょっと外しました。完全にからかってる。絶対に逃がさないで。よし。やられた。じゃあ、これもう一回。ハート！ハート来い！ランダムか。あー、でもバッテリーは結構いい方だよな。
あっちが行きたいけど、あっちが行けねえっぽいんで。来んじゃない、モノクマ。ゆっくりね。ほら、とんでもないな、あいつ。狙おう。あ、踊るだった。よーし。これもありだな。スキル上がったってことは、あっちも装備できんじゃね。これ、よし。言霊。はい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 。ここか。うん、ここは何もなさそうだ。院長室的な場所だな。清純家族交友。おー、なんか結構、なんだろう。直木賞とか受賞してそうな感じ。お父さんは私の同級生と浮気をしていて、お母さんはおじいちゃんとおばあちゃんを殴っていて、お兄ちゃんは町中の不良から追われていて、私は学校を爆破するためにいつや爆弾を作っていて、でも私たちにはこれが普通だ。これが普通の家族の形だ。不満も不安もなくはないけど、でもそれってどこのうちなんて一緒だよ。いや、ちょっと違うと思いますね。そんな私たちの家に世間代表を名乗るおかしな男の子が転がり込んできて、僕があなたたち家族を正してあげますって。余計なお世話だよ。普通になる代わりに歯車のずれてくる家族を私は守ることができるのか。いや、守んなくていいよ、そんな歯車。でも今までの中で一番面白そう。気持ちのいい終わり方はしなさそうだね。ラノベっぽいね。きっと最後には主人公サイドが勝利してこんな風に叫ぶのよ。狂ってても異常でも私たちは幸せなんだ。確かにそんな終わり方はしそうかも、しそうかも。まあラストシーンの想像がつくからってクソ本だとは限らないけど、私にとって純文学以外の小説は全てクソだから関係ないわ。そこまで割り切れるとむしろ気持ちいいね。そういえば、想像がつくといえばあんたの家もそうよね。どこまでも普通の家で育ったんでしょ。ああ、まあ普通っぽかったね。いや、案外そんなこともない。私とお兄ちゃんと両親の4人家族なんだけど。はあ。その辺で買った犬を4人で食べたり。やめてよ。怖いこと言わないでよ。例えばお母さんはお日になるといつも同じワイドショーを見てるし、お父さん用事のない土日はひげを剃らないし、お兄ちゃんはすごい高校に入学しちゃうし、家族4人で夕飯を食べてる時なんてテレビを見ながらどうでもいい話をしたりして、あれ。どこを撮ってもザ普通じゃない。でもここまで普通だと逆に普通すぎて普通じゃない気がしない。ちょっと慣れてわかんないっす。そんなことより気になるのはあんたとお兄様の関係性よ。クソライトノベルみたいに風呂も布団も一緒だったりはしないわけ。兄弟だよ、そんなことするわけないじゃん。だといいんだけどね。いや、でもなんかあれだね、そういうのがあればちょっといいんだけど。でもなんかあれだよね、そんなお兄、普通のさ兄弟ってお兄ちゃん嫌いみたいな感じらしいじゃないですか。でもここはちょっと仲良さそうだよ。結構仲が悪いくらいだよ。え、良さそうに見えるけど。話すと言ったら一緒におやつ食べるときとか漫画の貸し借りして感想を言い合うときぐらいだし、そこら辺のカップルより仲がいいじゃない。そうかな、世間の兄弟ってもっとベタベタしてるものだと思ってたけど、あんたら以上ベタベタするには法律の壁が邪魔になってくるわよ。なんか思い出したら心配になってきちゃった。お父さんもお母さんもお兄ちゃんもみんな無事だといいんだけど。お兄ちゃん無事でしょ。深川さんはそこは言わないんだね。言っちゃダメみたいなのがもしかしてあるかもしれないですね。血出るぜー。ここか。なんちゃらルーム。来た。なんだあの倉庫、あの金庫は。クスクス。カモメ髪アフロなんちゃらメガネみたいな。挑戦状。鍵は頑丈な金庫の中だよ。押しても引いても開かないよ。金庫を開けたければ最強の問題で僕と勝負だ。大切なものが見えないのは工夫が足りないからなんだなぁ、子供。三つ男みたいな。工夫が足りない、大切なものが見えない。はぁ、だからこっちはあんたの遊びに付き合う気はこれっぽっちもないって言ってるじゃない。大切なもの。子供のくせに私たちに頭脳戦を挑もうなんて舐められたもんだね。なんか偉いよ、子供に厳しいよね、小丸ちゃん。深川さん、
あんた完全にガキのペースじゃない。乗せられやすいのか。キッズからの挑戦開始。ほうほう。でもヒゲとか、とりあえずこれ当てんだよな多分。はい。あ、違うんだ。あ、なるほど。これはどうやら重要そうだな。ハゲ、ハゲ、ハゲ、ハゲ。黄色いペンキがなんかありますね。これも重要そう。で、他にヒントとなりそうなものは特にないから、やっぱりこれだよね。で、なんか当てたりしてなんかないのかな？ない。あのパソコンも当てても意味ないんだな。ヒゲ、アフロ、でもう一回ヒゲでメガネ。なんかこれ年代とか見れないの？入ってるけどちっちゃすぎるからこれは違うかな。どういうことだ。はあ、まあ、この人たちにヒゲとかを当てるんだろうなみたいなとこあるんだけど、でも分かったとしても暗証番号どうやって入れんだね、それは気になるよね。あ、なんか待って、なんか出たの今。あ、プレゼントある。見る観察。あー、チュートリアルのお時間。観察を手に入れたようでございますね。観察は肉眼では見えないものを照らし出す、今までの言霊とは趣向の違った一品です。肉眼で見えないものといっても愛や勇気や友達が見えるわけではございません。いや、友達は見える、いるから見えますよ。例えば子供が特殊なペンキで描いた落書き、普段は見えないそれも観察を、照射することで視認できるようになるのでございます。嘘だペテンだと石を投げる前に肖像画に観察を照射してください。子供の落書きある場所にはペンキの缶が転がっております。影あるところに光あり、ペンキの缶あるところに落書きありなのでございます。特別なペンキなんだな。ちょっと見るしてみようか。ヒゲ、眉毛、メガネ、アフロ。はあ、なるほど。調べる。金庫に落書きの書かれた紙が貼ってある。これパソコンちょっと今だったらできんのかな。あ、ちょっと待ってくれます。いや、パスワード入れんだな。じゃあまずはちょびひげだよね。ちょびひげが、ちょびひげじゃない、眉毛か。眉毛が2番目にあって、アフロが4番目、ひげが1番目。じゃあ2、4、1、3の順かな、これで考えれば。2、4、1、3、正解。イエーイ。おおおお、私たちの勝ちだよ。どうだ、敵相手に興奮しすぎよ。シクシク、イエーイ。ぶん殴ろうぜ後で。ちっちゃな鍵やな。これでやっと地下鉄に入れるんだね。いや、ようやくだ。そうかしら。実は地下鉄のシャッターの鍵じゃなくてただの自転車の鍵だったりして。ほう、その発想に行き着くとはやはり天才か。え、どうしよう、私自転車乗れないんだけど。そうじゃないわよ。そういうこと言ってんじゃないわよ。もういいわ、さっさと行って試してみるわよ。もうこの病院には飽き飽きだし。本当だよ、もういいよ病院は。そうだね、地下鉄もなんか怖そうだけどさ。いや、でも新しいね、あの言霊というかゲットしましたね。初めに会ったやつ的にはまだまだ結構あるっぽいけど。お、やった。あとは地下鉄に戻るだけだね。ようやくあんたも、す
少しはやる気になってきたみたいね。はい、結構こっから長そうなんだよね。へー、ということで、今回はこれぐらいにしておきましょうか。ちょうど30分ぐらいですね。ご視聴ありがとうございました。なんとか、ていうか今回のパートの始まりは地下鉄に入ろうとしたところで始まって、で今回のパートの終わりは地下鉄に入ろうとするところで終わりですね。はい、ご視聴ありがとうございました。次回はあの UFO を当ててからスタートですね。レトルトさん、みんなレトルトを助けるためにそこのボタンを押してチャンネル登録してくれー。動画の更新もすぐにわかってレトルトも大助かりだー。スマホの方は登録ボタンを押すか、説明文のチャンネル登録よろしくどうぞの右からどうぞー。それでは別の動画でお会いしましょう。